よしこれをちょっともう一回行こうね八丁朝で G13 がハマるところを探すとどうなるかちょっとここよねここ G13 がハマってますよね C メジャースケールに G13 コード使えますよねで G13 が使えてドリアンこれえっと B6 リアンですよね でドリアンはどこにあるかというとドリアン D ドリアン D マイナースケールだから八丁町に D マイナースケールを使うと D マイナースケール D マイナースケールマイナースケールメロディックマイナースケールを使うとちょっとおかしくなりますよねこう なななんていうかなこれデミニッシュみたた感じになりましたね G13 は使えるんだけどだから八丁調には D マイナスケールは使えないわけですよねあのよくこの八丁調には何が使える何が使えるっていうそのギターのコードブックが出てるんですけどそういうことですよ要するにこ,これ使えないでしょ八丁調のメロディーラインに合わないわけですから。 これが C メジャースケールですからこ、こ,こ,こうなってるのをこ、まあ、ここ1個足したらおかしくなるわけね。で、じゃあ次行きますよ。今ここよね。ミクソリリアンが分かりましたと。ドリアンも分かりましたと。マイナーエオリアンも分かりましたと。じゃあ次の、次、じゃあ次、あれ次どこに行くかというと。 これからがね、一番難しいんだけど、6リアこっちがいいかな。いや、これじゃなくて、えっと、こっちがいいな。えっと、モード説明の、んと、モードの、どっちがいいかな。えーモードの、こういうがいいね。 この要するにミクソリディアンは理解できました。ほんでもってドリアンも理解できました。ジャズマイナースケールはまあ要するに C マイナーー、ね、マイナースケール、ジャズマイ,マイナースケール、メロディックマイナーアセンディングって書いてありますけどね。いやいや、C マイナースケール一発弾いときゃいいんだよとういう人がいますよね。まあそういうことですよね。ジャズマイナースケール。 でも c マイナーだけではちょっとあの合わない時もありますよねなぜかというと c マイナースケール c マイナースケールよマイメロディックマイナースケールメロディックじゃなくてナチュラルマイナースケールこれ c マイナースケールですね c マイナースケールというのはこの F, F ドリアンスケールですよね F ドリアン F ドリアン F ドリアン一緒でしょ F ドリアンスケールと F ドリアンスケールというのはまあそうですねまあまあ c マイナーと一緒なんだけどこの c マイナーこのジャズで使うこの c マイナースケール これは F のドリアン。えー、まあいいや。エオリアンまで行きましたよね。えっ、ー、と、リディアン。ドミナントスケール。まあ、ここまで行ったのか。ね。エオリアンまで行ったわけでしょ。だから、エオリアンスケールというのは、あのー、こう、エオリアンモードね。エオリアンモードっていうのは、その、炭酸度にこう、フラットシックさえ行ったと。で、今度はこっちに、今度はこっちに行くパターンね。 このこっからこの右に行くパターンハーモニックマイナースケールと、えー、エオリアンモードっていうのがねエオリアンモードハーモニックマイナースケールっていうのはこう単7度を経由しないでフラット6から入って単7度が加わるっていうだけですよつまりここの7度経由のフラット6なのかフラット6経由の単7度かの違い だからこっちを覚えとけばまあこっちも必然的に出来上がるっていうことですよねだからミクソリディアンを覚えてドリアンに行ってエオリアンに行ったらあとは6と7をひっくり返せばいいわけですよでもここに行けば結局また同じく並んじゃうわけだから並んでないのはこれが7使わないでフラット6を使うというだけねハーモニックマイナースケールフラット6を使うそういうことは12でしょ 123メジャースケールマイナースケール12312メジャースケールあの単なるミキストリーー1234567スケール今覚えたことになるわけねすごいでしょ、ね、30分でだから30年かけても理解できないやつがまあ30分で1 2 3, 1, 3まあ一つ30分で理解できたとして1 2 1230 12分ねかけることのメジャーペンタトニックとマイナーペンタトニックスケールが覚えられるということよね。スケールを覚えるとね、まあ、リリアもそうなんだけどなんかねスケールを覚えてねいいことあ,るありますかって思うでしょスケールを覚えるとそのアーティストがねこうなんていうかなこう見えてくるわけよね。 あこの人人生観が見えるわけよあのそのアーティストの人生観なんて普通見えないでしょだからそのフレーズを通して「あこいつはこれをここに入れてきたか」とね、まあ、悩んだ挙句にそのフレーズを取り上げてあのメロディーを作ってくるわけだからなんでここにこのメロディー作ったのってこう,こう考えさせられるわけよね。 まあエックスジャパンにしてもね小室さんにしてもなんでここで e b メジャーセブンスね bb と e b メジャーセブンスで4度進行で持ってくるのって別に E と A の D って4度進行やってもいいのにと思うんだけどそこにフラットセブンをね持ってくるというわざわざねそんな難しいコードを使う必要がないのにわざわざここでこんな難しいコード使ってくるというね じゃあこれミクソリリアンとドリアンとエウリアン分かりましたよね。ハーモニックマイナス,スケールはもうちょっと省略しますよ。これは順番がこう入れ替わるだけですから。こ左が分かれば右が分かると。鏡みたいな関係でこう斜めにこう走るわけですね。でこう使ってる音の音感の並びは一緒ですからね。まあ、こっち説明してもいいんだけど、こ,うこっち説明してこっちを一生懸命覚え。右脳と左脳とってあってね、右脳をどんどん鍛えれば左脳がね、 動き出すわけでねどん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 その左脳ばっかり鍛えていくと左脳型人間とか言うんだけどそのうち右脳が動き出すわけよね空間認識ばっかりやってるとそのうち言語認識も出てくるわけで言語認識ばっかりやってると空間認識も出てくるようにならないといけないんだけどアースペルガーはそうできないわけよ。ねどれだけ言ってもわかるでね人間を批判してるんじゃないんだよ。 自分がその音楽ができるできるって威張ってるけど実際分かってないでしょとあなたはあってね分かってたらそんな説明にはならないわけよ、ね、俺こうネットデュエットやっててねジャズの人間とねこうセッションした時によく分かったことがあるわけねジャズの人間っていうのはねものすごくプライドが高いわけもう俺どころじゃないもうほんとプライドが高くて もうこういうのを知らないともうね黒本はできないわけなんだけどでもその例えばフラット7とかフラット6とかこれ使い慣れてるからただ使ってるだけであって要するにここの音を取りに行ってるだけだからこの音を取る練習だけで、ね、モードスケール練習してるわけでしょジャズの人たちって。だけどリズムがワンパターンだからさ1451でこうずっとリズムがワンパターンだからポップスは弾けないわけよ。 じゃあ松田聖子これ弾いてくださいってもう弾けないわけジャズっていうのはこうこうこうリズムがもうボサノバっぽくてこうもういつもワンパターンなわけそのメロディーはこうガラガラカワカるよモーダルインターチェンジもしていくんだけどこうリズムがねワンパターンなわけよでなんか激しくアグレッシブルにこうなんかピアノでペペペペッこうねハービー・ハンコックみたいに叩くんだけど、うん、それも 大したことはないわけよね単なるそれコードをただ叩いてるだけじゃんってねエイドベートにしてるだけじゃんそこだけってなるわけねでそうやって考えるともうジャズの人たちのプライドは一体どっから来るんだろうと思ったことがあるわけよねまあモードスケールを知ってるからもそれだけ音楽に対しての知識が豊富なのは分かるけど、まあ、演奏させてみたらもうめちゃくちゃよねポップスやってた人がよっぽど 松,屋さんとかね松田聖子やってた方がよっぽどいいんじゃないかなと思う時があるわけねじゃあリディアンドミナントとこリディアンねその前にこのリディアンドミナントメジャースケールのリディアンでいきましょうかメジャースケールのリディアンリディアンはゾウ4度ゾウ4度ねゾウ4度でこれリディアンどこにあるかっていうとこれゾウ4度だからリディアン探さんだからねこれはえっと G シャープリディアンね F ドリアン f ドリアンスケールは g シャープリディアンスケール g シャープリディアン g シャープとか g シャープ a フラットリディアンスケールと同じよね同じでしょ g シャープリディアンスケールと同じ全音全音全音ってねでねあの あのねもうほんとギター弾く人間ってこんなにバカしかいねえの価値ぐらいバカが多いわけでも頭痛くなるほどバカなわけよね全然勉強しないしさねなんでそんなに勉強しないのっていうしてあの井上陽水弾いてますってね威張ってるだけもう疲れる疲れるでねこのリディアンねリディアンこの12フレットまでにあるでしょ12フレットまでにあってこの6フレット このイオ音このイイイオ音ねこのイオ音このイっていう音これあのこれアボイドって言うんだけどアボイドの定義としてそのアボイドの定義をね 1, 1オクターブ上の半音の音っていう人もいれば。 トライトーン、このここからトライねト,ラトリップアドバイザートリ,トリップっていうと旅行にト,トリって 3, 3つね 1, 1、2、3この要するにこの,このこの音に対してこの1、2、3フレット分これ,これがアボイドなわけよね全,全3話音 全3和音をアボイドっていうんだけどこれをアボイドっていうわけトライトーンっていうんだけどこのトライトーンをこの,このアボイドここよこれがアボイドこれ鳴らすと非常にこうなんて不安定な響きになるわけねアボイドねだけどこれ本当はねこの12フレットの中のこの半分の音 とこののフレットの音これがアボイドなのよ本当はねでそのトライトーンっていうその全3話音がアボイドだって覚えてしまうとそのアボイドをその,あの本によってはねアボイドも音楽の一つですってこう書いてある本があるんだけどアボイドはアボイドなわけよね。 音楽じゃないわけよでその3000円ぐらい出してギターの本随分読んだんだけどアボイドも音楽ですよそれはブルースの考え方だもんねブルースの連中っていうのはパッシングノートよく使うわけよこっちからこっちにねマイナーからメジャーにすり替えて音をこう鳴らしていったりするからまあこの半音シフト要するに単3度からメジャー3度単7度からメジャーブンス ゾウ 4,、まあ、4度からフラットフィフスでフィフスというふうにこの音をこうスルーさせるわけよね。そうするとまあその一瞬鳴らした経過音はアボイドに聞こえないわけよね。だけどこのアボイドというのは普通鳴らしたらこの音でするしたらこの長く引っ張ってる音の方が響くわけよね。でこの引っ張った音が全3話音になればアボイドになるわけ。 つまりこれから全3和音っちゅったらこれ1でしょ ?23 こういうねこうの音。これとこれアボイドよ。だけど、この12フレットまでの,この,のこのちょうど中間の音。これ全部アボイドね。ほんでこれがこの音に対してアボイド。 全部鳴らしてしまうとこう4度進行に聞こえてしまうんでアボイドに聞こえないかもしれないけど単音で鳴らすと6の音とこの外れたこの12フレットのこれアボイドねこことこういうところでアボイドでしょだからそのアボイドトライトーンっていうこの全3和音こことこの距離感がアボイドっていうふうに書いてある楽譜もあれば 1>, 1オクターブ上の要するにこの G7 のこことここの音ねこれとこれがトライトーンアボイドこれがアボイドって書いてある本もあるわけですよでアボイドっていうその要するに不協和音の中の,その1オクターブ上のこの音トライトーンまあこれもアボイドなんだけど でも本当のアボイドはこの弦打楽器の弦のその周波数のこの距離に対してちょうど半分の音半分の音でねなんでこの半分の音がアボイドになるのってなんで5フレットと7フレットの倍音は綺麗なのに6フレットは倍音が出ないのってなるでしょ。 エレキやってる人間はねアボイドがアボイドっていう音に対しては6フレットと1フレットに存在するわけよね。これもこれねまあおっさんで俺的には思うのはねいろんなこう本を読むとその理論的にアボイドをね説明するのはまあ それでで説明できるんだけどどうもねこう7フレットと5フレットと3フレットと4フレットと2フレットの3分の1っていうとこが倍音が出るのねギターで言うとねギターで言うと倍音が出るということはそのちょっとその共鳴数がそのギターの弦の長さに対してちょっと何分の何になってるところ何分の何になってるところじゃない音を弾くとアボイドになるわけですよつまり6フレットはダメでしょ 7フレットはいい8フレットもダメ8フレットとこれつ出るかなあ出にいか8フレットね8フレット出ないかい、e、いと8フレットねいいと要するにアブイドに聞こえるでしょこれもね アボイドに聞こえますよねでも7にしたらアボイドに聞こえないでしょ ?5 にしたらそこまでないよね。まあ、4, 4でも3でも2でも。で1にしたらアボイドっぽいでしょで何を言ってるかと,いうと1と6と 要するにアボイドっていうのはそのこう感覚的に分かってるギタリストもいるのよねなんか「こいつ絶対アボイド出さないな」ってやつそれはこの弦のその7フレットと5フレットと4フレットと3フレットと2フレットと3分の4だとか4分の3だとからここは倍音が出るわけね倍音が出る位置にはアボイドは存在してないような気がしてならないんですよ だから3トライトーンって言ったらその3フレットだからこれ12えっとこうこうこうでしょ2フレットのこの音とこの音のこことここはアボイドよねでもここはアボイドに聞こえないここはアボイドに聞こえるけどで10フレットこれもアボイドに聞こえる 倍音が出ないから11もそうよまあちょっと音が、ね、インダブルが入れ替わるわけですけどその12フレットになるともうアボイドに聞こえない。ということは倍音が出る位置7フレット12フレット5フレット4フレット3フレット2フレットのここは倍音が出るからその倍音が出る位置にトライトーンその全3和音が来,て来たとしても。 押さえてるコードとの関係のその単音から見たらそこはアボイドなんだけど全体的に鳴らしたらアボイドじゃないっていうねえ今のちょっと説明はちょっと非常に難しいんだけど音楽理論をね勉強していくと C7 という音があってこの C7 のこの音はアボイドなんだけど実はアボイドじゃないとかねそういうことかこ,これとこれの音はアボイドにならないと 要するにどの音から見た全3和音がアボイドでどの音から見たらその音はアボイドにならないというのがあるわけよねだから c フォーというこの音があってこの c フォーってアボイドなんだけどこのアボイドに聞こえないというねサスペンディットフォードーとかね全3和音 っていうのがあるわけですえまあちょっと脱線してしまいましたけどじゃあ次エフリディアンねえ今ここででこのリディアンの像4度よねゾ4度リディアンね12だからメジャーマイナー分かったでしょミクソディアンで12345分かったよねところ6リディアンこれリディアンが分かればもうあとはえーフリジアンが分かればもう終わりよねリディアン 全3話音つまりこの音に対して12この104音に対して10っていうのはアボイドよね4この音に対して10この4と10はアボイドの関係です10リディアン4に対して全3話音だから10はアボイドよねトライトーンだから ワンこれ,ツートライこれト全3音これが半音全音半音全音,全音が1個2個 3, 3個目をトライトーンというわけねでこのトライトーンを4の音に対してアボイドの音というわけね要するに不協和音ということですよねじゃあリディアンスケールってそのこのリディアンというのはこのアボイドの音を含むわけよね だから特殊なスケールになっちゃうわけよねアボイドを含む音がリディアンなんだからわざわざアボイドを鳴らすなってこうね教わるのになんでゾウ4度のアボイドだけ取りに行くのってなるわけよねメジャースケールの中でリディアンだけがアボイドを取るわけですからとなると C というコードがあった時にアボイドってここゾウ4度 ここよね C の時の覚えででもこれこのこの音の響きでこれ E の時の E の時のねこの音の響きこれフラットナインになるわけねこの音に対してフラットナインになるこれ1オクターブ上なんだけどこれフラットナインになるんだけど これが C の音になった時はこのここがルートだからこれがアボイドになるわけねトライトーンつまりこれ123この全3和音だからこの9フレットのこの音同じ音よね全3和音の音と同じ音なんですよ これをアボイドの音って言うわけね。ゾウ4度。ゾウ4度の音を含むのがこのリディアンスケールっていうやつですよね。じゃあこれ C に戻しましょう。わかりやすいよね。C リディアンスケール。C リディアンスケール。C リディアンスケール。ここの音がゾウ4度ですよね。あれ ?C リディアンスケールって何かみ見てわかりません 何これ G メジャースケールと同じじゃんって。いうことは A のドリアンスケールと同じじゃんってなるでしょん ?C リディアンスケール ?C リディアンスケールって何ってねなりますよね。C リディアンスケール探しましょうこ。こ C リディアン。ドリアン、C リディアン。C リディアンスケールは G メジャースケールと同じですよね。C リディアンスケールは G メジャースケールと同じ。C、これ全部同じスケールですから。ということは、C リディアンスケールは C, C リディアンスケールは G メジャースケールってなるでしょ。ということは、私がずっと言っているように G メジャースケールだけ覚えればいいよということになるでしょ。 だってここ G メジャースケールにはこうドリアンがあるんですよ。ペンタトニックがあるんですよ。半音ずらしたら、こいつ半音ずらしたらマイ,ナーペンマイナースケールがあるんですよ。だからこう、おおこの,なんてうのギターを弾いててね、30年ギター弾いててね、もう全くこうスケールがわからないっていう人が出てくるわけよね。いっぱいコピーしてんのよ。あれコピーしました、これコピーしましたって言うんだけど、それコピーするだけじゃ絶対覚えないわけよ。 ね選曲コピーしてもね絶対無理亀の腹筋キリンの懸垂でラマっていうのアホみたいなやつがいるんだけどさもうギターばっかり60本ぐらい買ってね並べてるわけうーんともアホみたいなおっさんよねもうで何が言いたいんだてめえはって言いたくなるんだけどさ 結局、全然分かってないわけね。俺は音楽をやってきたって言って、そして、ゆりぬそんねに塗ってね、んか曲でも作れよって言ってるの別に曲作らんでいいわってね、お前作りたきゃ作れと。下手くそがってね。そういうやつがいるわけ。でね、音楽が好きだとか言ってね、音楽でね、友達を作りたいのは、それは嘘よ。ね絶対ありえない話。それはセッションする仲間においては音楽友達になるよ。セッションしてない仲間とね、何が音楽友達だってね。 みんな自分が一番だと思ってるわけだけど謙虚な人間だけがああしまったって俺ちょっとそこ早く覚えおお俺で、うん、勉強しとけばよかったってなるわけねプロだプロだって威張ってても全然お前分かってないじゃねえかってど,ど,どこがプロなんだよってなるでしょこれ全然分かってねえんだからこれ分かってても弾けないのにさ分かってなければ絶対弾けないよねその音を取りに行ってないわけだから 鳴らしてはいるよ。でも取りにはいってないのよ。鳴らすのと音を取りに行くのは別だからね。だからリディアンね。トライトーンですよ。リディアン。ここから始まって全3和音。これがね。えっとこれ BC 音からしたらここね。F シャープ。ゾウ4度というね。C リディアンスケール。というふうにこうやって見ていくと、もうスケールがこう一,目一目瞭然に分かるという。 メジャースケール。ドレミファソラシドのこの4度の音を像4度。フラットフィフスじゃないよ。これフラットフィフスって、このまた、そういう、じゃあ像4度だからフラットフィフスで異名同音でしょとそれ違うからね。全く違うからね。ゾ4度だからね。4度の音をシャープさせるんだよ。F のシャープですからね。この ののパーフフェクトトラットじゃないですからねここがこうちゃんとこうどっから見たどの音のインターバルかってねどっから見たどの音の距離感かってねじゃあ上から数えたらその音じゃんじゃないのよもうそういう考え方をしたらもう,もう俺のこのビデオはもう見る価値がないわけね何度も言ってるけどそのどの音から見たどのインターバルだから上から下がってそれでしょじゃないわけ もうそうするとピッチシフトが変わってしまうわけよね。エレキやってる人間はあんまそういうこと言わないんだけど、アコギやってる人間はそういうこと言うやつがいるわけよね。アコギやってる人間はほとんどバカだからね。ほんと勉強しない。もう全然勉強しない。だから話が伝わらないわけよね。どれだけ説明してもね。もう悲しい悲しいね。ね、えー、ということですよね。いいですかじゃあ、この。 えっと、えっと、リディアンね。リディアン。リディアンっていうのは、このリディアン。リディアンね。フリディアンのイ個下したこのリディアン。F が来て、こうね、ここがメジャー、メジャーサンドですよね。メジャーコードですよね。メジャーコード。この第3音がメジャーコード、リディアン。ほんでもって、こやつが、このね。 1第3音で123音でしょほんでもってビヨン。リリアン。